はい、じゃあ次、現在3-3、いい勝負だね。だね。いつももっと差が広がるそうなんだけど先道と2番動画用の接待してるのが分かんないけど、差があんまり広がないっていうのが、もうもういいよ。今回も赤か黄色来ました。黄色お、デブがいるぞ今回。ま、いいじゃんデブ。デブでも強くねえからな、2と違ってな。そうそう、ただのデブな。ほんと3のデブはただのデブだよ。なんでお前なんで君だだね、ただの発見だけだ。なんでこんなさ、マジで。ドンドンドン。あー、嘘だろ。あやられた。まあオレンジもリーチだったらなかなかいい感じに。デブ強かったな。なんで？運ぶ数が結構あれ10人分だから旗がなかなか奪えねえじゃん。いやこっちはデブだからそんな関係で。ああえ、お前岩で死ななかったんだよ、結構死ななかった、カドダが助かった。そう、あの花瓶が助けて、花瓶、植木鉢が助けてくれて、あそこお前焦ってきてから絶対引っかかるなと思ったで、ステージ助けられちゃった。そうそう、3-4逆転したぞ。
はい、せせらぎの側。羽面白いな、羽とかバカ言ってんじゃねえよ、また悪いことができちゃうやつじゃねえか。さあ持ってけ。持ってけ持ってけ。こっちの方が早いぞ。こっちの方が早い。ああよっしゃ。緑緑緑。オッケー。よっしゃ。ね、これもうだいだい。ビンゴやる気ねえよ。羽がいたらそうなるんで。マカロンが生まうゲームで。羽ななしの方がいいよな。こういうのはやっぱこういうステージは。たまにあるといいぐらい。まあいいんだよ、たまに。だからここも羽やるってやべえんだよな。そうだな。青はまださ、水直線通ってってもさ、奪えるじゃん。うん、羽はなかなか奪えねえじゃん。でも羽とやっぱ青は一つだよな。いきますか。はい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 。地下のオアシス。羽はいたらめんどくさい。青がいますね。青かな、赤かな、赤からだね。羽いるだろこれ。いや青じゃね、今青だね。あ、羽いるわ。ハハ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 。クソゲーが2回連続です。だな。クソゲー2回連続負けしたな。面白い面白いじゃねえか。